これまでのあらすじ。ヘタレ優等生の羽鳥くんは校内ナンバー2ヤンキーの柏さんと距離が少しだけ縮まりました。好きでいてくれてありがとうございます。ところで柏さんが校内ナンバー2ということは当然ナンバー1がいるわけで。木田さん知ってます？柏が一年坊主に告られた話。初耳だけど。俺その場にいたんすけど、いやあれは面白かったですよ。へえ。しかもその一年がまたヘタレな感じで、まあ本気か知らないっすけど、普段クールな柏が取り乱しちゃって可愛かったっすよ。柏が男から告白ね。それはそれは。あの子の兄として俺も挨拶しないとね。どったの羽鳥くん。いや、なんだかおかんが。恋学校生活で疲れちゃってんじゃない？うん、まあ毎日肝冷やしてるけど、もし風邪とかで休んだら尾上くんにノート写させてもらおうね。平和だね。でもこういう平和な時間って嵐の前の静けさとも言うよね。一年 A 組の羽鳥雄一くん。え？至急牧場まで来てください。この声って木田さんじゃん。木田くんだ。木田さん、真っ黒くろすけ出ておいで。出ないと目玉をほじくるぞ。そういえば俺昼休み木田さんに柏の告白のことを話したんだったわ。あいつら校舎裏かな。はい。メンゴー。原作者さんや声優さんの励みになりますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。